おはようございます。今日は、日華ウイスキーから出ているレシピ、牛肉とニンニクのミルフィーユに挑戦です。勝ったな。風呂に入って寝ることにしよう。さっき起きたばかりなのに。私は、お昼寝しても、夜はぐっすり眠れるタイプだから安心してくれ。この動画の心配をしてください。帰っちゃダメですよ。仕方ない。寂しがり屋のゆかりさんに付き合ってあげるか。ありがとうございます。さて、この料理をやるきっかけですが、7年前のニコニコ超会議にて入水さんが、酒のあて、つまり、おつまみに関しての考察を口にしていたので、お酒に合う料理は美味しいだろうと考え、今回挑戦することにしました。なぜ、そんな大昔のことをと言いたいが、年寄りの少し前は数年単位だからな、やれやれと思うが、今回は気にしない。だって、ニンニクと牛肉を重ねる絶対美味しい組み合わせだから。油も多い料理なので、あかりさんは控えた方が。今日はお腹は見えてないから。視聴者さんは気づかないのでセーフ。今回は公式イベントということで、私たちは露出度控えめとなっています。私たちの贅沢ボディが見れなくて残念だな。さて、お料理の方も良い感じの色となってきました。テレシピの変更です。大丈夫かい？ウイスキーは苦手なので、ホワイトワインで味付けをします。ありがとう、日華ウイスキー。君のことは忘れないよ。中まで熱は通ってるでしょうか？うん、大丈夫そうだね。完成しました。美味しかったのかな？味は好評で、白ご飯が止まらなかったそうです。油、炭水化物はいつだって正義なのだ。それでは、せーの、ビクトリー！